はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。今回ですね、これラオスという、まあ、東南アジアの国で買ってきたシャツです。これがラオスの国旗ですね。でこれサワディピーマイラオっていう、まあ、新年おめでとうっていう言葉なんですけど、基本ラオスって隣にあるタイの国とほぼ同じ言葉、まあ、タイ語の方言みたいな言葉を喋ってる国ですね。はい。で今回は、タイのバンコク不動産投資のポイント15分で解説いたしますのでご清聴ください。東南アジアの不動産というのはですね、まあ日本においてはアメリカと並んで人気のある場所かと思います。まあ、一般的にまあ関心も高いし、私もよく、いろんな方から質問されるので、このバンコクの不動産マーケットとか、投資のまあ戦略について私の見方を皆さんとシェアしたいと思います。バンコクという街はですね、おそらく日本以外で、まあ日本とほぼ同じ感覚で暮らせる、街の一つかなと思います。まあ、バンコクの特に日本人が集まっているスクンビットエリアという場所はですね、まあ、本当に日本食レストランだらけ、日本食の扱ってるスーパーもいくつもありますしですね、日本語の通じる医者もたくさんいますしですね、はい、バンコクに、外国人登録してる、まあ日本人ですかね、はい、まあ大体6万人ぐらいって言われてるんですけど、まあ未登録者を含めて、まあ10万人はいるというふうにされています。これはおそらく上海とかロサンゼルスも多いんですけど、おそらくそれ以上。おそらくバンコクは日本以外で日本人が最もたくさん住んでいる街かと思います。ライフスタイルの面でも、まあコンビニとかたくさんありますし、コンビニお弁当とかも ATM とかもいろんなものがまあ充実してとても便利に過ごせますね。まあ、あとタイの雰囲気ですね。まあ王室とかですね、まあ仏教国とかいうところで、まあ文化的な親近感もあるし、まあ同じアジア圏ということで、まあ食文化とか、まあ、あるいはタイ人の国民性とかが馴染みやすいとか、まあそういうことで日本人老若男女に人気なのがタイという国ですね。はい。で、私も自分が日本以外でどこで住みたいかって言ったら、まあ多分バンコクに、住むのがベストかなと思っております。はい。で、今度は、バンコクの不動産についてちょっと解説をしていきたいと思います。東南アジア、いろいろな国があります。いろんな街があります。ただまあ、バンコクというのは、日本人には比較的わかりやすい街かと思います。なぜなら、東京と似た由来、あるいは都市構造を持っている街なんですね。主に5つあるかなと思うんですけど、まずタイも、バンコクも東京も、広い平野に発展した、都市です。まあ、大きな川が流れていて、それの下流のデルタ地帯ですね。はい、そういう、ところにできた街であるということと、あともう2つ目は、日本で言うと、まあ、皇居を中心に発展。バンコクは王宮を中心に発展してきた街であるというところですね。で3番目、バンコクも東京も計画都市ではないんですね。結構街路も、まあ、5番の目にはなってなくて、くねくね曲がってたり、名前がついてない道が多かったりっていうところですね。やや乱雑な印象があるという点でも、まあ、共通かと思います。で4番目ですね、まあ、バンコクも東京もですね、まあ、都心近くは、まあ、高層ビルとか、非常に増えているんですけど、ただまあどちらも低層の住宅地とかと、まあ高層のビルディングが混在しているという感じなんですよね。まあ東京でも港区の、はい、本当に都心でもそうなってます。バンコクでも同じことです。で5番目ですね、まあ今車社会から電車社会に移行しつつあるということです。東京の場合はもうほぼ完全に電車社会に移行していて、まあバンコクはこれからなんですが、まあお互いですね、まあ道がくねくねしてたりですね、はい、都市が拡大しているということで、まあ車に最適化されてない街なわけです。なので、電車が通ればそちらがメインになるというところは同じかと思います。はい。
あともう一つ、バンコク、タイ全体的にですね、東南アジアで一番少子高齢化が進んでいる、国です、かなり成熟をしていると、平均年齢も30代後半とかになっているので、まだ20代の、まあ、フィリピンとかインドネシアとはかなり違うのという感じですね。でもタイもあと数年すれば人口減少社会に入っていくということで、だんだん日本に近づいてくるという感じですね。なので不動産マーケットで言ってもですね、まあこれから今買ってすごく値上がるという感じではないわけです。はい。むしろ、見極めて選んで買って、値下がりしにくいもの。はい。まあ値上がりの可能性が高いものを買っていくというのが基本という意味では、まあそれはまあ日本、東京と、非常に似た感覚かと思います。はい。で、物件選びの、まあポイントなんですけど、それもかなり東京に似てると思います。はい。一つ目なんですけど、駅距離が大事なんですよ。はい。これも東京とか日本の大都市と一緒なんですけど、バンコクっていうのもそうです。で、これ東南アジアではかなり珍しいんですね。はい。駅距離が大事な東南アジアの街って、まあ、バンコクとシンガポールぐらいしかないと思います。マレーシアのクアラルンプールとか行くとですね、もうこっちは車社会だし、行き距離あんま関係なかったりします。マニラとかホーチミン、ハノイみたいな、都市になるとまだ電車社会が始まってない、これからっていうところです。バンコクは結構電車、充実してますしですね。はい。電車を、まあ、で、まあ、都心に出るとか、移動するとかいうのが定着しつつあるという意味で、はい、結構日本の都市に似てると思います。で、駅地下っていうのもやっぱり大事なわけです。はい。ただ一つ注意しなくちゃいけないのは、タイ人は熱帯の人なので日本人ほど歩かないです。3分とか歩くとダリーって言って、まあ疲れちゃうっていうところですね。まあ暑いからしょうがないんですけれども、はい、日本人が10分歩く感覚でちょっと距離あるなと思う時に、タイ人は3分とか5分ぐらいでもう遠いと感じると思います。なのでバンコクで駅地下って言われるのは、まあ徒歩3分まで、まあ行っても5分までっていう感じかと思いますと、はい、その辺は注意が必要かと思います。で、次にですね、駅地下が大事っていうことと同時に、バンコクにおいてはその路線、鉄道路線、駅力、それぞれにおける適正価格の見極めというのが非常に大事です。はい。バンコクの電車はですね、最近非常に充実してきているんですけど、つい2年前までは3路線しか通っておりませんでした。BTS、バンコクスカイトレインですね。はい。のスクンビット線というのが一つ目。あと BTS シーロム線というのがあって、あとは MRT という地下鉄がありますと。はい。その3つしかなかったんですけれども、この使える順から言うとですね、この BTS スクンビット線というのが圧倒的にメジャーで使えます。乗降客数も飛び抜けて多いということで、まあ、基本的にスクンビット線沿線の駅は結構投資とかの意味で選べる駅が多いです。まあ、あとは、もう、他の2つはですね、まあ、選べる駅が結構少なく、なるという感じなんですね。はい。大体の、まあ、目安を申し上げるとですね、都心駅っていうのがいくつかあって、あとは都心じゃないけど、まあ、都心資金の中で勝ち組の駅というのがあって、あとは普通の駅っていう、まあ、大体3分類ぐらいになるのかなと思いますけれども、この都心の駅って言えるのが、この図に書いてある駅です。スクンビット線にはもう7駅あります。太字にしているのが、このリストの中で比較的、強い駅っていう意味なんですけども、はい。シーロム線では3駅、MRT では2駅。なので、やっぱりスクンビット線は非常に選びやすいです。で、こういう都心駅の、方は、まあ、タイの場合、大体その区分マンションの占有面積で価格表示をすることが多いんですけども、まあ、これらの駅は、
目安としては15万から20万バーツぐらいですね。まあ平米単価、それ以上をするということが多いです。これが新築とかになると30万バーツを超えてくることもあります。はい。ただ私はこの都心駅の駅地下で仕入れるんだったらやっぱ15万バーツから20万バーツでできるだけ駅地下を仕入れる方がいいと思います。はい。で次に、都心資金の勝ち組駅というのがいくつかあるんですね。はい。これもスクンビット線に、結構多いわけですね。はい。ではこれだけいっぱいある中で、比較的強い駅がまあオンヌット駅とか、あとはアーリーとかモーチット駅、この辺になるかと思います。シーロム線でも2駅あります。で MRT 線でもまあいくつかあるっていうところなんですけども、こういうまあ、そうですね、近郊の勝ち組駅で、価格ですね、平米単価のまあ目安はだいたい10万バーツから15万バーツぐらいかなっていうところになるかと思います。はい。でそれ以外の駅になるとですね、ちょっとグレードが落ちるんですよ。なので私はまあ10万バーツ以下で、仕入れるのがいいと思っております。はい。でまあバンコクですけれども、まあ現時点でまあマンション買いますと、まあその目安ですけれども、だいたいグロス利回り 5% ネット 4% 出ればいい方かなっていう感じです。でこれが都心になればなるほどもっと低くなるっていう、まあそんなマーケットですと。はい。ただバンコクが良いのはですね、まあ他の東南アジアの国と比べてですね、中古物件の流通市場が比較的まあ立ち上がってきているということなんですね。はい。なので基本中古を買って良いで、それでまあ保有した後、まあ中古物件として売却するということが比較的できる、はい、街でありますと。はい。で基本まあ市況にもよりますけども、新築物件になればなるほど高くなるという、傾向がありますので、まあできれば中古で築浅なものを駅地下で、使える駅の駅地下で仕入れるというのが大事だと思います。はい。ただまあ中古って言っても築10年ぐらいまでだと思います。築10年を超えると結構ボロいし、あんまり管理も良くないですから、はい、まあそうですね、そんぐらいですね。あるいは新築であってもですね、まあかなり2割とかディスカウントした価格でそのデベロッパーが放出することもありますので、まあ、そういうものを買ってもいいかなというふうに思います。はい。はい。あともう一つですね、タイ、バンコクの不動産の特徴として、海外なのに日本語で管理してもらえるというのが非常に大きな特徴です。まあもう10万人も日本人がいるような街で、駐在員もたくさんいますので、日本人相手にまあ賃貸管理サービスしている会社がまあバンコクにはたくさんあります。30社ぐらいあると思いますので、まあ、特にこの都心駅に関して言うとですね、もう日本の管理会社に困ることはないと。これは東南アジアの他の国にはない特徴かと思います。あと購入手続きについてちょっとだけ注意していただきたいのはですね、タイの場合、売買代金は基本タイ以外の国から国際送金をしないと登記してくれないっていう、そういうルールがありますので、タイにあるタイバーツで買うっていうことは、まあ基本は日本に住んでいる方の場合はできませんので、はい、必ず日本から、日本円を送金して買うということで、はい、やっていただくということになります。でまあ私バンコクではまあ物件持ってますし、はい、賃貸運営をしておりますと。はい。タイに関しては、まあ、特にバンコクに関してはもうその各駅の前を歩いて、まあ不動産
の市場調査というかですね、まあ、聞き取り調査もしたこともありますし、まあ、各駅前がどんなことに状態になっているかとかですね、はい、結構詳しいですし、まあ、タイ語もできますし、文字読めますしですね、はい、まあ、そういうこともありますので、ぜひ、バンコクの不動産買ってみたいって方はぜひご相談いただければと思います。はい、今日は、はい、これで終わりにいたします。ご清聴ありがとうございます。それではさようなら。